ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、この間久しぶりにぼーっと空を眺めてたら、とんでもないものを目撃してしまったわ。なんだよ、そのとんでもないものっていうのは。UFO。なんだって、霊夢、それは本当か。本当よ、円盤状の物体が、空を飛んでいるのをこの目ではっきりと見たのよ。もちろん写真や映像は残してるんだろうな。あ、ごめんなさい、そういうのはちょっと、肉眼で見ることに夢中で。お前な、UFO は各国政府によって隠蔽されているから目撃できるのは超貴重だというのに。え？政府によって隠蔽されている？それじゃあ、今回は政府によって隠蔽された UFO について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前に、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。アメリカ、連邦会議の議員たちは、風に乗って飛来したスパイ気球について議論していた。ところが、ある内部告発をきっかけに、UFO の話題が持ち出されるようになったそうなんだ。ある内部告発？アメリカの元情報員によると、アメリカ情報機関は非人類由来の航空機を、ほとんど無傷な状態で保有しているらしいんだよ。なんですって、非人類由来っていうのは要するに人間以外が作ったものってことよね？そんなものをアメリカが保有しているって。しかも、元情報員はその告発の証拠を含めた様々な情報が議会から隠蔽されているという。そんな話をして、もしも本当だったらかなりの大騒ぎになるんじゃないの？確かに大騒ぎになる可能性はある。しかし、ただの言いがかりだ、という主張も出てきていて、なんとも言えない状況になっているらしいんだ。もちろんその情報員の話を信じる人もいるから、どっちが本当のことを言っているのか、わからなくて困惑している人も多いようだ。しかし、有権者たちは UFO の真相について知りたがっているという声が多い。近年の未確認飛行物体に関する公聴会はいずれも満足のいく回答はなかったらしいんだ。なんだか、逆に不思議に思えてくるわ。情報員だって真剣に告発したつもりなんでしょう？それをよってたかって否定してるように感じ取れるんだけど。まさに霊夢の言う通り、有権者も真実を知りたいと言っているのに対し、議員たちはまるでバカ話を聞き流すかのように笑い飛ばしているばかりなんだそうだ。情報員と有権者たちが真剣に話をしているのに、なんだかおかしな話じゃないか？確かにね、いや、あまりにも非現実的な話なら、笑い飛ばす可能性はあるかもしれないんだけど、UFO ってアメリカでは結構信じられてるし、何度も目撃情報が出ているものよね。それを笑い飛ばすって、議員たちは何かを固くなに隠そうとしているように感じてしまうわ。政府の中でも意見が割れ始めていて、情報員の主張は正しいというものと、そんな話をいちいち真に受けるな、というものの二つが出来上がっていった。しかも興味深いことに、アメリカの下院側の議員は情報員の発言を信じているのに対し、上院側は発言を嘲笑しているなど、勢力の二分化がわかりやすくなっていった。このことから、上院側は UFO について何か知っていて、それは世間にバレるとまずいものだと判断しており、絶対に隠そうとしている、という憶測まで飛び交う状況になっている。ふむ、上院と下院で主張が違うんだ。人じゃなくて院によって意見が変わるのも不思議ね。しかし、未確認飛行物体は年々目撃情報が増してきているという特徴がある。2021年のアメリカ国家情報長官室の報告書によると、およそ20年の間に、144件の未確認飛行物体の、目撃情報が集まっているそうだ。上空における未確認現象の追跡を任務とする、部門が設立されたことで、目撃情報が急増したらしいんだが、それでも隠蔽する理由はいまいちはっきりわかってはいない。実際映像まで出ているようだが、それでもこの正体について真剣に議論はされていない。一体この未確認飛行物体の正体は、何なんだろうな。他にも、未確認異常現象、通称 UAP の分析を主導していたアメリカ国防総省の情報担当者が、アメリカが正体不明の乗り物を所有していると内部告発した事例もある。国防省職員によると、アメリカ政府、または同盟国は防衛関連企業によって、数十年前から現在に至るまで、部分的な破片から無傷のものまで、様々な乗り物の回収が実際に行われてきた、と主張しているそうだ。数十年前からってことは、もしかしたら100件以上乗り物が入手されてるかもね。もちろん、発見された乗り物は分析によって地球外または起源不明の非人間的知性体が、作ったものだと判断されているらしい。分析してそこまでわかっているのに公表されてないのはやっぱり隠蔽によるものなのかしら。そのようだ。どうやら情報担当者によると、関係者から報告された乗り物の情報が、適切な監督当局に報告されることなく、隠されてきたんだそうだ。
このことを懸念した担当者は、隠蔽された情報に関連した機密情報を国防総省監察官に対し、秘密裏に提供していったらしい。どうにかして UFO の目撃情報を事実にしたかったんだ。そりゃあ、散々隠蔽されてしまったら、向きにもなるわよねー。それに、その担当者は UAP の分析が主な仕事だったわけでしょ？せっかく分析したのにその情報を隠蔽されては、仕事の意味がなくなっちゃうもんね。それもある。だからどんな方法を使っても世間に認知してもらおうとしていた。しかし、ここでさらに隠蔽工作が行われることとなったんだ。なんと、秘密裏に UAP にまつわる情報を提供した結果、担当者の身元や情報が漏洩したらしく、担当者に対する不当な報復や嫌がらせが行われたらしいんだ。え？不当な嫌がらせって、どうしても情報を隠そうとしない限り、そんな嫌がらせなんてしないはずだ。そうよねー、そこまでするってことは、やっぱり何かを隠しているってことなのかしら。しかし、アメリカ政府による過度な隠蔽工作も、そろそろ限界を迎えていると言えるだろう。NASA の報告によると、UAP 分析事務所の所長が、謎の金属球を米軍が確認していると語った。謎の金属球？この金属球は空を自由自在に飛行することができ、大きさは1メートルから4メートルほど。銀色だけでなく、白色や、半透明のものまで確認されているということだ。NASA が詳しくその球体を観察してみたところ、その球体は飛行しているにもかかわらず、熱排出が確認されず、静止状態から音速まで、様々な速度で飛行していたんだそうだ。何？飛行しているのに熱排出がないって、謎すぎるんだけど。NASA もこの飛行物体に関して全力で捜査をしているということだったが、なぜかこの飛行物体に関して、政府は特に言及はしていない。どうも飛行物体に対して無視をしているような印象を受けてしまうんだ。確かにそうよねー。一体何をそんなに隠しているっていうのよ。また、飛行物体の情報を隠蔽しているのは、アメリカ政府だけではないんだ。ブラジルでも似たような事例が発生しているらしい。2012年5月、ブラジルの国立公文書館では UFO 関連の資料が公開されていて、ちょっとした話題になっていたらしいんだが、ブラジル政府はこの UFO の情報に関しては、特に何も言及していないということだそうだ。資料が公開されてるなら、政府としても別に隠すつもりはないってことじゃないの。どうやら違うらしい。ブラジルでも UFO を目撃したという人や、UFO に連れ去られたという人は多く、その度に写真などが撮影されているらしいんだが、ブラジル政府はひたすら黙秘。国民の声を一切無視していて、ほとぼりがそのまま冷めてしまっているらしいぜ。もしかして、黙秘しておけば民衆はそのうち忘れてしまうだろうっていう考え方なわけ？ブラジル政府自身は、UFO の写真等は公開することを否定していないようだが、政府側が UFO の有無や信憑性について言及することは特にないようだ。アメリカのように完全隠蔽をするスタイルではなく、あくまでも事実は事実のみ伝え、あとは黙秘する、という隠蔽の仕方をしているとも言える。ただ、ブラジル空軍が一度 UFO の迎撃任務に就いたことがあったらしいぜ。ってことは、UFO を墜落させたことがあったってこと？いや、残念ながら UFO が墜落したという情報はない。パイロットによると、時々ターゲットと視覚的に接触することはできたが、レーダーは何も記録をしていなかった。別の時には、レーダーが物体を検出していても、目視で何かを確認することはできなかった、と語っているそうだ。ほう、レーダーに映ったり映らなかったり、ますます謎が残るけど、それでもブラジル政府はだんまりなわけ？一応ブラジル空軍は引き続き、未確認飛行物体に関して、調査を続けるとは言っているが、政府は特に何も言及していないままだな。政府はもしかしたら、UFO の正体を知っていて、秘密裏に何かをしているのかもしれないぜ。アメリカ、ブラジルと来て、続いて登場するのはイギリスだぜ。イギリスでも UFO の目撃情報があったの、もはや UFO の大盤振る舞いだわ。イギリスの UFO の目撃情報は、少しこれまでとは雰囲気が違うぜ。心して聞いてほしい。雰囲気が違うって、一体どう違うのよ。イギリスが UFO と出会ったのは、第二次世界大戦中、空軍機が偵察任務から帰還中に、イギリス海岸線付近で遭遇したらしいんだが、当時の首相はウィンストン・チャーチル。チャーチルは空軍が UFO を目撃したという報告を受け、少なくとも50年は極秘とすること、という指示を出していたことが明らかにされたんだ。なんですって、首相が自ら極秘にしろって指示を出していたの。なぜチャーチルがそのような判断をしたのかは定かにはなっていない。一般論としては、戦争中に未確認の物体が空を飛行していたとなると、集団パニックを引き起こし、人々に信仰を失わせると判断し、隠すよう指示したという。しかし、陰謀論によると、この時 UFO を隠したのは、イギリス軍が隠れて保有している兵器を、試運転していた時のものだった。という情報もあるみたいなんだ。
試運転って、UFO を兵器として活用しようとしていたってこと？そうみたいだ。イギリス軍が宇宙人と契約しており、UFO を借りていたという噂も流れている。まさか、そんなことあるわけ、って言いたいけどこれまでの隠蔽の話を聞いていると、絶対にありえないとは言い切れないのが怖いところね。さらに恐ろしいのが、イギリスが明確に、UFO の存在を隠蔽するという記録を、残していたということだ。イギリスがそうした事例を持っている以上、他の国でも同じようなことが行われている可能性は非常に高いだろう。確かに、政府が隠蔽する、って宣言していたことが世間に知られちゃったわけだしね。特にアメリカってよく UFO が目撃されてるし、さっきの執拗な隠し方から考えて、明らかに UFO を隠蔽しようとしているでしょ。ただ、UFO を隠したとして、それで一体何をしようとしているのか、そこまではわからない。やはり未知の科学技術を用いて、軍事力を高める目的があるんだろうか、など、様々な陰謀論が語られる状況になっている。そして、これまでの未確認飛行物体の情報だけでなく、アメリカはすでに UFO を保有していて、軍事利用までしている可能性がある、と言われているらしいぜ。なんですって、UFO を操縦できるっていうの？保有して、軍事利用までしてるのなら、その可能性が高そうだな。アメリカにはかつて、未確認空中現象タスクフォース、通称 UAPTF という組織があり、その集団が未確認空中現象の調査を進めていた時期があった。しかし2012年にこのタスクフォースは資金繰りができなくなったということで活動停止した。以来、他のチームが設立されることになったんだが、実は UAPTF は解散はしておらず、秘密裏に活動を続けていた、という報告がされているらしいんだ。なんですって、どうして新しい組織も設立されたのに、まだ活動しなきゃいけないのよ？解散したと考えられていた UAPTF は、実は政府の機密情報にアクセスすることができる立場で、政府に未確認飛行物体の情報を提供する立場にあったと言われている。そして、UAP が提供していた資料の一つに、空を飛行している謎の物体の写真が残されていた。それがこの写真だぜ。なんじゃこりゃ、なんだか盾みたいな形をした物体ねー。そうだな、この写真はどうやらタスクフォースの人間が個人の携帯電話で撮影したものらしいんだが、突起物のようなものが確認できる、角張った飛行物体であると表現されていて、この飛行物体に関して、様々な憶測が飛び交う事態になった。市民たちがこの飛行物体の正体を突き止めようとしたところ、アメリカ政府は、これは単なる四角錐の形をしたパラシュートで、何の変哲もないものだ、と説明した。ああ、確かにそう言われると、下から見たらそう見えなくはないかもしれないけど、でも、もう少し角張ってた印象があるし、突起物みたいなものも確認できるわよ。そう、この飛行物体を目撃した人物によると、気球とは明らかに異なり、物体は完全に動かず、周囲の気流の影響を受けていないように見えた、と語っている。気になるのは、UAPTF の人間が、この写真を特に気にしていない点だ。まるでこの未確認飛行物体の存在を知っているかのように振る舞っていて、もしかして、アメリカ政府と繋がって、未確認飛行物体を軍事提供しているのでは？という陰謀論まで囁かれる事態になっている現状だ。まさか、未確認飛行物体を提供してるって、でも、アメリカお得意の隠蔽工作として、これは気球だ、が出てきたしねー、もしかしたら本当にそうなのかも。実際のところはまだわからないが、もしもすでにアメリカが UFO の科学力を得ていたら、今後もし戦争などが起きた時、とんでもないことになるだろうな。これまで隠蔽していることはほぼ確定となっていたアメリカの UFO に関する情報だが、それを裏付けるような情報も発見されている。アメリカ国防総省が、2007年から2012年にわたり、省内で秘密裏に UFO 調査が行われていたと、事実を認めたんだそうだ。事実を認めたですって、ってことは、今度は陰謀論とかではなく、本当なのね。そうだ、しかも毎年2200万ドル、当時のレートで日本円にすると、約20億円が使われていたらしい。毎年20億円で2007年から6年間ってことは、120億円も使ってたってこと？そういうことだな。金額を見れば、アメリカが UFO に対してどれだけ本気だったかも想像できる。どうやらアメリカは、先端航空宇宙脅威識別計画、と呼ばれる計画を進行していたらしい。何、長すぎて全然わからなかったんだけど。ざっくり言うなら未確認飛行物体を特定して、その正体を探り、脅威かどうか判断するという計画だ。ただ、最終的には予算配分の関係で予算が大幅カットされたらしいが、それでもその後もこの計画は日常の業務とは別に進められていったんだそうだぜ。しかし不思議なことに、この計画を知っていたのは国防総省の中でもごく一部だったそうだ。毎年20億円もの金をつぎ込んでいたにもかかわらずだ。何それ、
確かにそう聞くと、なんだか不気味にも思えてきてしまうわね。この計画の本質は未確認飛行物体が国家の脅威になるかどうかの調査だったらしいんだが、やはりその裏の目的は、未確認飛行物体の保持とその軍事利用だったのではないかと言われている。また、この計画に関連して、エリア51と UFO の関係性も示唆されているんだ。エリア 51? エリア51とは、アメリカ軍による航空機のテストやステルス機などの実験が行われているとされる場所だ。この場所はただ機体のテストをするだけの場所ではなく UFO に関連する実験も行っているのでは?と言われてる。まさかそんな、あるわけないでしょう。そもそもエリア51なんてものが実在するかどうか。そう思うのも無理はないが、2013年に CIA がエリア51の存在を認めている。だからあるのは事実だ。問題は中で何が行われているかだぜ。実在するんだ。中で何が行われているかは完全に極秘事項なの?そのようだ。しかしエリア51の近辺で未確認飛行物体を見たという情報があったり、エリア51近辺で未確認生物が相次いで目撃されたりと、謎が多く残っている。あそこには何かある、というのは陰謀論者だけでなく、アメリカの多くの人間の共通認識だぜ。それじゃあ、もしかしたらエリア51に行けば、UFO に関する何かがわかるってわけ?その可能性は高いが、残念ながらエリア51の内部の情報は最高機密だ。絶対に一般人は中に入れてもらえないだろうし、勝手に中に入ろうものなら、命の保証はないだろう。ひえ、そこまでして隠そうとするなんて、やっぱり何かあるのね。さらに CIA は、あの X ファイルが実在するといい、そのファイルの公開までしたらしい。X ファイルってなんだっけ?聞いたことがあるわ。X ファイルというのは超常現象をテーマにしたテレビドラマで、UFO、未確認生物、オカルトなど、科学では説明のつかない事象にまつわる事件を、二人の FBI が調査するという話なんだが、その X ファイルが CIA の元に実在したというんだ。なぜ急に CIA が X ファイルを公開したのかは一切語られていないんだが、それがアメリカの手で隠蔽されていたということが事実として明るみになったというのは大きい。それで、実在したっていう X ファイルには何が書かれていたのかしら。内容はやはりドラマの世界に近く、UFO と思われる写真資料や文書資料だった。また、CIA によると、報告されている目撃証言の多くは偽物であり、信憑性のないものだ、とも言われている。え、なんだ、せっかく情報公開されたのにそのほとんどが偽物だなんて、期待して損したわ。何言ってるんだ霊夢、これは歴史を大きく変える大事件なんだぞ。え、どういうこと?さっき言った言葉をよく考えてみろ。CIA は、目撃証言の多くは偽物だと言ったんだ。多くはということは、すべて偽物ではなく、少しは本物があるということだ。あ、そっか。確かにそう言われればそうね、すごい。本当の情報があるだなんて。CIA の資料の中には、空飛ぶ円盤に関する情報なども多く残されており、隠蔽されてきた UFO にまつわる情報が、公開されているものもあった。でも、どうして今まで隠蔽されていたものを突然公開しようと思ったのかしら?それに関しても憶測が飛び交っているが、もう隠す必要がないと判断されたのは事実だろう。そして、なぜ隠す必要がないと判断されたかと考えるとその技術をすでに手にしたからじゃないだろうか?その技術って、UFO の技術とか、UFO をただ調べただけではおそらく完全には理解しきれないだろう。おそらく、UFO を作った生き物とコンタクトを取り、その生き物から情報を得ている可能性がある。なんてこと。それじゃあ宇宙人ともすでに関わりを持ってるってことになるじゃない。そういうことになるだろう。アメリカは極秘裏に様々な情報を確保していて、その軍事力や科学技術をどんどん成長させている。と陰謀論者の間では囁かれているな。いやいや、これほど情報が出てきているなら、もう陰謀論とも言えなくなってくるわよ。そもそも、ずっと秘密にされてきたものを急に公開する理由がないんだし。一応、情報が記録されているのは1950年代。第二次世界大戦が終わって間もない頃だ。戦争が終わったとはいえ、まだ各国が復興などでピリついている時期だ。そんな時に未知なる兵器のような物体を発見したと発表してしまっては、またアメリカが軍事力を強化している、と世間から目の敵にされる可能性はある。だから隠蔽した、という理屈なら通るな。ちょうどイギリスが隠蔽していたのと同じ理屈だ。確かに理屈は通るかもしれないけど、私はあんまり納得できないかな。UFO の科学技術なんて独占したいに決まってるし、もし私が見つけても、絶対黙って、秘密裏に研究を進めていくと思うもん。アメリカも同じことをしてる可能性があるでしょ?まあな、もしも次に世界的な戦争が起きた時、ドローンなんかよりもよっぽど高性能で、簡単には破壊されないような飛行兵器が登場し、アメリカの一人勝ちが発生するかもしれないな。ここまでの話を聞いたけど、
結局アメリカは一部分は事実を認めてるけど、それでも UFO の存在を認めたわけじゃないものね。まだまだ謎が多すぎるわ。UFO って実在するのかしら、それすらも疑問に思えてきてしまうわ。確かに、最後までアメリカは UFO の存在についてだけは言及していない。ただ、アメリカは1950年代に超音速の空飛ぶ円盤建造プロジェクトを進めていたと、公開したことがあるらしいんだ。空飛ぶ円盤建造プロジェクト、それ要するに、UFO ってことよね。そうだ。どこでどうそんなものを作る発想を得たのかが判明しておらず、また、何の根拠があってそんなものが発明できると考えたのかも不明とされている。だからこそ、余計に宇宙人が開発した UFO の存在が疑われるきっかけとなった。今までそんな兆候を見せていなかったのに、急に円盤型の兵器を作ろうとしていたわけだからな。これ、もう答え合わせじゃない。やっぱりアメリカは UFO を発見していて、その技術も手に入れてるのよ。そうじゃなきゃ、そんな兵器作ろうとは思わないでしょう？また、その円盤は最高時速4200キロまで出すことができると試算されていたそうだ。1950年の段階でそんなものが想定されるなんて、どう考えてもオーバーテクノロジーだぜ。やっぱり宇宙人の技術を手に入れていたんだわ。なんて恐ろしい。そんなものが完成してしまっては、アメリカは世界統一のために全面戦争を仕掛けるんじゃないの。まあ待て霊夢、冷静になって考えてみてほしい。そんな恐ろしい兵器が本当に完成していたら、今頃この世はアメリカが統一してるはずだろう？でもそんなことは起きてないよな？あれ、言われてみれば確かに。空飛ぶ円盤は、結局完成はされなかったんだ。計画の段階で頓挫したみたいだぜ。なんじゃそりゃ、結局できなかったの。やはりオーバーテクノロジーだったようで、現代の人間にそんなものは作れなかったらしい。しかし、アメリカが何かしらの科学技術を得て、そういった兵器を作ろうとしたことは事実だ。今後もし戦争が起きた時は、その時こそアメリカが空飛ぶ円盤を放出してくるかもしれない。もしもそんなことになったら、世界全体がアメリカと戦うことになるのかしら。でも、時速4200キロも出るような頭おかしい兵器に勝てる兵器なんてあるとは思えないし。おそらく今の各国にはないが、もしかしたら、他の国もアメリカ同様、何かしらの技術を隠しているかも。もしそうだとしたら、今後は宇宙兵器同士の戦いになっていくかもしれないな。そうなってしまったら、ほとんどがダムみたいな戦いになってしまうんじゃないかしら。まあ、それはそれで夢があっていいじゃないか。きっとも夢なんかないわよ。私は空飛ぶ円盤同士で戦ってほしい。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。